茨城市立、清志慶小学校は、大阪府茨城市にある公立小学校。茨城市北部の山間部に位置する小規模校である。かつては、壁地校に指定されていたこともあったが、壁地校指定は解除されている。また以前は、茨城市立、清谷中学校と敷地を共有していた。大正時代には、北摂地域の小学校では最初とされるプールを、 設置している。プールが設置されている小学校は、当時は日本全国でもほとんど例がなく、学校遠隔誌によると同校は日本で最初にプールを設置した小学校とも記されている。校門前には、この校地がかつては、泉玄城という山城の跡であることを示す、茨城市教育委員会の建てた表示がある。1874年に、当時の島、下郡線、 原村、佐保村、高山村にそれぞれ設置された小学校3校を起源としている。3校が1908年に合併し、旧仙原神城小学校敷地の現在地で開校した。高山地区については、本校から距離があるため、旧高山神城小学校敷地に分校を設置した。清谷村は1955年に茨城市に編入合併した。 その際、休憩をした二村の内高山地区のみ、茨城市には編入されず、豊野郡東の瀬村に分村合併した。このため、高山地区の分校は、東の瀬村立小学校の分校へ移管された。ありがとうございます。